キューピッドパラサイト。スタートするんだね。君と再会できたチャンスを今度こそはものにするから。君たち、チャンネルはそのままを。パラサイトハウスの時間だよ。番組の司会は僕、みんなのボンバーチャリソンがお送りします。今日から始まる新番組、テーマはなんと婚活だ。わお。みんな、婚活って言葉は知ってるかい？マリッジハンティングとも言うよな。サバンナで竜の群れを襲う肉食獣のように幸せな結婚生活を狩るんだ。僕には必要ないさ。一生独り身って決めてるからね。でもレディーたちの熱いアプローチ待ってるぜ。あっと話がそれたな。とにかくこの番組では婚活がテーマだ。予定では婚活男女がシェアハウスするはずだったんだけど、一気に女子メンバーは脱落。あっという間に男子メンバーだけになったんだ。噂ではみんなくせ者だらけだって話だ。果たしてこの番組はどうなる。みんな目をしっかりと開けて最終回まで見ててくれ。それじゃあ行ってみよう。キューピッドコーポレーションプレゼンツ、ファルサイトハウス、スタート。今回の番組の舞台はこちら。この部屋で失敗続きの婚活イケメン男子たちが婚活を成功させるために奮闘するよ。彼らの講師はもちろんキューピッドコーポレーションのトップブライダルアドバイザー。なんと彼女は CC 史上最年少でアドバイザーのトップに上り詰めたやり手の女の子らしいんだ。素敵な恋と結婚をしたいみんな、キューピッドコーポレーションで縁結びを頼んでみよう。お次はギルラブクラフト。はい、こんにちは、ギルラブクラフトです。彼は昔の失恋を引きずりまくりの失恋パラサイトさ。素敵な声で古傷を癒せるといいな、ボーイ。頑張ります。お次は S 氏。なんと代理人を立てての参加。こいつは厄介の匂いがプンプンするぜ。どうも、 S 氏の代理人オーウェン・ヘリオットです。噂によると彼はチーパラサイト、自分の地位が一番大事だって話だ。代理を立ててやっているのもそのためだって話だぜ。番組中に本人登場なんて展開もあるかも。お次は掲載員 F リュウキ。無口で冷ややかな目つきがチャーミングなファッションボーイ。彼は外見パラサイ、顔面偏差値が優れていないと話してももらえないらしいぜ。スタジオにいてよかったよ。お次はアラン・メルビン。はい、どうもアラン・メルビルです。彼はなんと役立つパラサイ、の女じゃないと触手が動かないらしいぜ。恋してる女の子たち、俺のテクに興味があるなら
9番街ラグジュアリーピローへ。いい夢見させてあげるよ。わっと、いきなり略奪パラサイトぶりが発揮されてる。でも法に触れるのだけはごめんだよ。放送できないからね。最後は皆さんお待ちかね、エンタメ好きのガイズ&レディースならご存知、シリウッド俳優のロール・アコニット。はい、スタジオのみんなも大興奮だ。テレビの前の君たちも待ってたんじゃないかい。ラウル・アコニットはあの大ヒット映画ラクダに乗った女神の最新作への出演が発表されたばかりだ。しかしそんなイケメンシリウッド俳優にもパラサイトぶりがあるという噂だ。一体何パラサイトなのかはお楽しみに。それではキューピッドパラサイト。
どうしたの？すごい顔してるけど、何かあった？リネット、大丈夫？早く来てもらってすまないな。そうだな。一つ先に確認したいのだが、お前は常々周りに出世をしたいと言っているそうだな。別にそれが悪いというつもりはない。向上心があるのはいいことだ。だが1年目から言う人間は珍しいので気になってな。何か理由があるのか？
手伝いを。そうか、なかなか殊勝な心がけだな。さすがは1年でトップブライダルアドバイザーに上り詰めただけはある。しかし結婚率の低下を憂いているか。まさしく恋のキューピッドだな。ん？引きつった顔をしてどうした？ああ、すまない、話がそれたな。では本題に入るとしよう。実はお前を昇格させようと考えていてな。ああ、だが一つだけ条件がある。これを見てもらえるか。この5人を結婚させろ。そうすれば昇格させてやる。お前は我が社の恋のキューピッド、トップブライダルアドバイザーだ。できるだろ？キューピッド、ため息などついてどうした？そうか、Thank you.
よかった、ここにいましたか。マーズ様がお探しですよ。お約束があったんでしょ。待ちくたびれて怒っていられますよ。キューピッド、お前は相変わらず神としての自覚が薄いようだな。キューピッド、話を聞いているのか。まったく、お前がそんなんだから結婚率が落ちているんだろう。もっと真面目にやらんか。バカモン、まずお前が恋結びをしなくては結婚に行き着かないではないか。それにジュノーは十二神の一人だ。そんなに端々に目を配っていられるわけがないだろう。それをお前は他者のせいにして何のためにキューピッドがいると思ってるんだ。人に恋の素晴らしさを知らせるのはお前の役目だろう。そんなお前がそこをサボってばかりだから、人の世は乱れ、結婚率は下がり、少子化が進んでいるのだ。あら、キューちゃんじゃない。そんなむくれた顔してどうしたの。かわいい顔が台無しよ。
わかったわ。またマーズに怒られたんじゃない？どう？当たってる？結婚はジュノーの役目なのに？大変ね、キュウちゃん。あんな戦バカがパパで。どうせお説教ついでにトロイア戦争での苦労話とか聞かされたんじゃない？ねえ、よかったら私の部屋に来ない？ちょっとおしゃべりしましょうよ。神様だってたまには誰かと話して気分転換しないと。そもそもキューちゃんたら仕事漬けでしょ。仕事以外のことを何も知らないままで他人の恋を応援なんてできないと思わない？あなたに見せてあげたいものがあるのよ。元気が出そうなレディー・ミネルヴァの秘密をね。まだまだ。はい、目開けていいわよ。レディー・ミネルヴァの秘密の小部屋へようこそ。どう？びっくりした？もちろん人間界にこっそり降りて買ってきたのよ。あ、でもこのことは誰にも内緒よ。ジュピターったら人間に干渉するなってうるさいんだもの。ここだけの秘密なんだけどね、実は私、降臨用の扉も自分で作っちゃったの。私専用のゲートよ。学問の神に不可能はないわ。あ、でもこれこそ誰にも秘密よ。バレたら八つ咲きどころじゃないもの。この部屋も誰にも見つからないように作った私だけの隠し小部屋なの。だからキューちゃんが初のお客さんってわけ。キューちゃんの元気がなかったからというのは建前で、あなたなら私の趣味分かってくれるんじゃないかと思ったのよ。
ほら、私ってば変わり者だって深海でよく言われているじゃない。この趣味も分かってくれる子全然いなくって。でも人間の文化って本当に面白いのよ。ずっと変わらない時を生きてる神と違って、人間はどんどん変化していくの。人間が変わっていくなら私たち神も変わっていくべきなんて思わない？というわけで、キューちゃん、一緒に DVD 見ましょうよ。 DVD、 人間たちが作った機械の一つで、これだけで映画が見られちゃうのよ。ほら、これとか最新作なんだけど、素敵な人間同士の恋が描かれているの。これを見たら、キューピッドの恋結びのヒントになるとは思わない？なんて、まずは見てみないとわからないわよね。キューちゃんは映画が何なのかすら知らないんだもの。大丈夫、怖いものじゃないわ。さあ、そこ座って。レディー・ミネルバ劇場の始まり始まり。素敵な映画だったわね。さすがデミアンヌ監督の新作だわ。どう？キューちゃんもこれ気に入った？あら、キューちゃん SNS 知らないの？ってスマホを持ってなきゃ当然よね。ジュピターもマーズも電子機器絶対反対派だし。ちょっと待ってね。じゃじゃーん、これがスマホで、 SNS はこうやってやるのよ。しかもこれのすごいところはね、世界中の人間と通信がつながっているところよ。ほら、ここを見て。この人はアフリカから書き込みしてるって位置情報に書かれているでしょ。それが、
そうよ。しかも興味あるワードをここに入れるとそれについて話している人が見つかるの。例えばハッシュタグデミアンヌ監督でこうやって検索すれば、ほら、そのワードでつぶやいている人が出てくるわ。そうよ、この世界中のどこかにいる誰かの言葉、会ったことない人と意見交換ができる。それが SNS の素晴らしいところよ。ほら、キューちゃんもせっかくなら何か調べてみなさいよ。気になる言葉とかあるでしょ。あら、ちょっと待って、キューちゃん。みんな何かの URL と一緒につぶやいているわ。あらあら、これは人と人の縁結びをして結婚を手助けする会社みたいね。ええ、人間たちがキューちゃんの真似をしているみたい。確かにキューピッドの矢がなくても人間なら縁結びの相性を考えるぐらいできるでしょうね。なんたって人間たちは自分で恋愛心理学というものを生み出して恋心の研究をしているんだから。彼らはすごいわ。何でも自分の手でやってのけちゃう。だから今の時代に神頼みする人間なんてほとんどいないのよ。
キューピッド、相変わらず神としての自覚が薄いようだな。聞いたぞ、お前は最近キューピッドの矢を使っていないようだな。しかも仕事をサボったばかりでなく、あろうことかミネルバの部屋に入り浸っていたらしいな。ミネルバにはあまり近づくなと言っただろう。だんまりか。まったく嘆かわしい。神が導いてやらねば人類はどうなる。お前にはキューピッドとしての使命がある。何度も言っているが、それを放棄などするから結婚率が下がっているのだ。どういうことだ？何を言い出すかと思ったら、なんてくだらない。人間が神より優れているだと？そんなことあるわけないだろう。人間がここまで進化できたのは我ら神のおかげだ。それを奴らの方が正しいなどとくだらんことを言うな。人間が考えることなんてな、我々神の領域には全く及ばん。そんなこともわからんのか、お前は。自分たちの力？馬鹿げたことを言うな。あれもすべて我らが授けた知恵だ。お前も習っただろう。人間の文化が発達したのもすべては我らがいたからだ。その根底を忘れるんじゃない。まったく。だからミネルヴァに近づくなと言ったのだ。お前は若くて未熟だ。あの変人に近づけば余計な価値観を植え付けられると懸念していたのだが、やはり。な、で、デーブイデー？なんだそれは。だが人間は愚かだ。どれだけ争いの歴史を繰り返したと思う。神が導かなければとっくに滅亡している。お前がそんなだから結婚率も低下しているんだ。分かったらちゃんとキューピッドとしての仕事を全うしろ。違う、お前がサボっているからだ。
HQH？ バカな！そんなことでお前はキューピッドとしての役目を放棄するというのか？キューピッド！なんて愚かな！人の気持ちは簡単に移ろいゆく。任せるなど破滅しか生まん。あやつらの根本は変わらん。愚かで醜い争い好きの生物だ。神が導かなくてどうする。お前は黙って矢を射って恋結びをすればよい。余計なことを考えるんじゃない。何をバカバカしい。そんなことができるとでも思うのか。なんだって。何を言い出すかと思えばキューピッドの矢を使わず恋結びをするだって。無謀だ。どうせすぐ音を上げるに決まっている。やるだけ無駄だ。分かったらさっさと仕事に戻れ。おお、今よりも多く。だが今まで恋結びした人数をお前は数えているのか。うん、所詮お前はその程度だ。いいからおとなしく。ブライダルアドバ。そんなことができれば確かに認めてやろう。できるとは思わないがな。おい、まさか本気で。おい、いたか。いや、こっちにはいない。ったく
キューピッド様は何をやらかしたらあんなにマーズ様を怒らせるんだ。ほら行くぞ、早く見つけないと俺たちがマーズ様に怒られる。キューちゃんじゃない、聞いたわよ、マーズに喧嘩売ったんだって。本気？まあキューちゃん最高よ、それでこそ私のメイ、心の友だわ。そうね、まず人間界で暮らすならそれ相応の準備が必要よ。それよりも肝心なのはジュピターの監視をどうやってかいくぐるかよね。そうね、そこはこの人間界マニアのレディ・ミネルヴァに任せなさい。まずは追跡対策ね。一応確認するけれど、キューピッドの矢は深部だから外せないわよね。なるほどね、矢を外せるならすぐに解決すると思ったけれど。ええ、あいつはただシングを追ってるだけだもの。シングさえなければ個体の追跡なんてできないわ。となると矢を何とかしないと見つかるけど、それもあなたのそのキューピッドの矢にちょこっと細工してジャミングしちゃえば大丈夫ね。探知するのと同じ力を発することで探しづらくなるみたいな意味よ。厳密にはちょっと違うけれど。
でもその原理でノイズを発する道具を作ってネックレスにつけちゃえば見つからなくなるはずよ。それはこの学問の神であるレディ・ミネルヴァが作ってあげる。ほら、これで一個解決したでしょ。あら、私が作ったゲートがあることをお忘れかしら。もちろんよ、かわいい姪っ子のためだもの。というわけで追跡防止と降臨の仕方はクリアね。あと一番の問題は人間界に降りてからの生活よね。キューちゃんも知ってるわよね。神であっても人間界に行ったら人間と同じような体になるって話。住民票の偽造に住処の確保はまあ神の力でなんとかなるとして、問題は生活費よね。キュッちゃん、人間界の降臨って初めてなのよね。さすがに私でも金の偽造はやったら怒られるどころじゃないし。まあそこはキュウちゃんに頑張ってもらうとしますか。一緒にアルバイト探しましょう。そうよ。それに安心して、一応選別に1ヶ月ぐらいの生活費は私がお小遣いにあげるわ。でもそれ以上滞在するつもりなら、きちんと自分で自分の食いぶちを稼ぐこと。いい？あんまりお手伝いできなくてごめんね、キュッちゃん。そりゃ、可愛い姪っ子が悩んでいたら考えないわけにはいかないわよ。それに私だってマーズの考えにムカつくし。人間は素晴らしいなよ。それなのに私以外の神は全然それに気づいてくれないの。それどころかマーズったらいつも私のこと変人扱いするんだもの。ちょっとぐらい反省してほしいじゃない。それにね、実は私も何度も人間界に移住する妄想をしているの。十二神だからさすがに実行には移せないけど。ええ、何通りもシミュレーションしてるわ。だからこのレディ・ミネルヴァに任せて。さ、そうと決まったら準備に取り掛かるわよ。なんだか楽しくなってきちゃった。キュウちゃんはどんな家に住みたい？